はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ちょっと話しちゃったんであれなんだけど、魔人支部はこいつから倒していきましょう。で、倒して地下漁ってカルナックへ戻るという流れでいきます。で、そもそもこいつの倒し方というか、なんでさ、後ろのやつには効かないの？あれ、どうやって変えるんだっけ？装備変更、しけー待てってしまった。フレームロットみたいなの買ってきたので、フレームロットって装備できるやつじゃないとダメだから、レナよレナ。で、これを炎のロットにして、これを待って、めっちゃ戦闘が始まったけど、炎のロットを使うか。これでどうだ、超強いんだけど異常火力者。氷のロットを手に入れた。シーブはこれで召喚獣シーブアが手に入ったんで、次は地下へ行きます。で、ウォルフスの地下の1階なんだけど、ガルキナセラ自体のヒットポイントじゃなくて攻撃力が高いから、まずそれに耐えられるかどうか。しかもバックアタックだし、いくつからクリティカル960とか、もう耐えられんわ逃げよう。これはあれだな、全員後ろにして、ちょっと今回バックアタックになっちゃったけど、飛んでらして逃げよう。ちょ、待って、なんか LR が効かなかった。後ろにすれば一発で耐えられるか。ちょ、待って、マジで逃げてくれ。これさ、逃げるのさ、何が関係してんの？全然逃げられん、死んだちょ、待って、トンズラ戦法で行こう。全員シーフにしてトンズラする。というか、トンズラはそもそもシーフのデフォルトじゃなかった。なのでファリスがトンズラする。後ろに下げてるから。で、回復しよう。これで行こう。で、回復が、ちょっと待って、レナを一回白魔導士にしよう。で、ケアルラっていくつ使うの？ヒットポイント初期9か。減ったやつはこれで回復。ファリスさえ生きてればなんとかなる。スピード、何スピードって意味か分からん。で、トンズラ、待って、これで防御、これをオートにしよう。てか、レナ死ぬ。で、ケアルで、いや、ケアルで一発で回復した方がよかった。何があんの、そもそもここに。いいね、これもブレイブブレイド取れねえな。エルフのマント、お、いいじゃないか。これは来てよかったな。あれ、テレポがね、テレポ時魔導士か。まあいい、殴る。痛い、反撃食らって死んだ。ちょっと死んだままでいいや、いけるだろう。いや、あと一歩、大丈夫、トンズラすればなんてことはない。じゃあ、宝を手に入れましたので、カルナックへ戻ります。では、火力戦に行きましょう。待っておった、この船のエンジンが火のクリスタルの力を吸い取っている。エンジンを止めないときに火のクリスタルは砕け散ってしまう。ここから中に入ることができる。魔物が入り込んでおる。お任せあれ。ん？これ世界地図取ってないとここにあるんだよね、確か。で、宝箱的なのはないから下へ降りる。機関室、ミスリルのコテ。あれ、ミスリルのコテって売ってたっけ？装備してるし。で、宝箱もちろん回収したいんで、クルーダスト、なんか支部は唱えていくか。はい、銃使うからな。マジックパッド効かねえ、そりゃそうだよね。召喚フラッシュ、全員回復、ダイヤモンドダスト、
560とか火力が段違いなんだけど、まあ、今直してもなって感じだから。あ、これはこのまま上だか下だかに行っちゃいそうだな。ちょっと行けるところだけ行こう。ダイヤモンドダスト、いいね、大活躍シグは。あとファリスがちょっとファイラーになってるから、それを切り替えないと。お、2くれるアビリティポイント、エリクサー。あれ、ここはいけない。で戦う、ミスミス。てかさっきのあれだったか。でシブはマジで混乱してんだけど、そりゃこんなキモいやつに舌で舐められたら混乱するような。ケース毒さ、ダイヤモンド出すと効かないとか超めんどくせんだけど。ポルターガイスト、ほんと当たんねえな。直す、ちょっとめんどくさすぎて。目薬4つないよ、多分2つしかない。寝れば治っかな。じゃダイヤモンドダストだけを頻繁にやってればいいってもんじゃないな。早速帰りたくなってきた。クルーダストは大丈夫、スリップ召喚シグはで、まあ、一応プリザラにセットしとこう。ボーキーボーイショで、あいつが出た時だけ手動に切り替える。何、ちょっと待って、これどっからどう言ってんだ。あ、宝箱か、エリクサ。なんでこんないっぱいエリクサがあんの。で大丈夫、エルフのマント、さすがよ。いい火力だ、魔法剣レベル1。レベル1の魔法剣はファイヤー、ブリザード、サンダーか。クルーダスト4体、4体の場合こっち2くれっかんな、おいしい。てかちょっと待って、だいぶ消耗したから早速帰ろ。ちょっと体勢を立て直す。では再び火力戦機関室へ。でクルーダスト4体、おいしい。22はマジででかい。シブアっていくつだ、召喚魔法3とかかな、レベルが分かんない、召喚の。いやマジで分かんねえ、召喚レベルがいくつだか分かんねえんだ。使えねえ、使い方が分からん。フェニックスのでこっちか、なんか分かりづらいな。でこれも大丈夫、ダイヤモンドだった、取ってきてよかった、大活躍。で降りて、あれ、これベルトコンベアみたいなのどうなった、いけねえ。待て、ポルターガイスト、でこいつ倒して、当たんねえし、殴って殴って、後ろにいるのがめんどくせえな。なんだこれ、ファイラでいけるか、効かねえ、魔法がそもそも効かなそうだな。一応サンダーもやってみるか。こいつ出ると、え、なんだ、なんかトラップみたいなのが出てきた。プリザラは効くでしょ、あいつだけだな、効かないの多分。そんなに弱点ではないな、ただ召喚2。てかね、白魔導士にして
ケアルラを使えるようにしたいんだよね、先に。これどうなってる？宝箱は回収しておきたいんだよね、やっぱり。あ、なんかでも上から降ってくるのかな。ちょっともう少し様子を見る。でこっち行けねえし、やっぱりこっちか。超めんどくせえ。あ、ここがレベル2ってことか。死がレベル2だな。じゃあちょっと一回チョコもね、なんとかしろ。で、あれサンダラなくね。サンダラって使えないの？ちょっと待って、サンダーポイズンデフィーター。かもういいや。ちょっと魔法の並びがわかんねえ。黒魔法、あれサンダラあるよな。白クルマレベル3、サンダラレベル4か。ちょっとわかんねえ、ま、今のところサンダラここでは多分使わないからね。ボスも氷が弱点なはずだし。なんかいっぱいある。ちょっと待って、これ どうやってどう行くんだ。なんかわかんねえ。一個ずつ掘ってみる。で、ここも行けないし、登ってきて、結構複雑だぞ、火力戦。あ、それでここか、阿弥陀くじ的な感じだな。どこへ落ちる？これ多分どっかの宝箱ゾーン。あ、来た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 。盗賊の小手、あ、これはいいな。盗むの確率多分アップするよね。あれってどっからどう来たんだっけ。登っていいんだっけ。なんか戻るんだか戻らないんだか地形が分かんねえ。いや、戻ってきたな。もう右から順番に。なんか真ん中に落ちたな。どっちだこれ。え、超怪しいんだけど。ああ、セーブポイントがあんな。階段は階段で気になるな。いや待って、わかんねえなこれ。ちょっとまずセーブポイント行って寝よう。テントでこれさ、さっきフラッシュ食らってみんなあれになっちゃったんだよね。コテージじゃないと治らないとかありそう。どうだ？あ、治った。またなんかすっげえ複雑なとこに来たな。いや、全部が全部気になる。ちょっと探索しよう。
結局ここか。一番左行ってみよう。ここかよ。お、炎月人、これ飼育用だな。じゃあ先へ進みますか。で、ガチャってるでしょ。取れねえし。これはどっか散ってる。これ右から取るのか。これ行くとどうなる。これだとどうなる。ちょっとマジで分かんねえ。で、こいつらはブリザラで処理する。魔法効かないやつが出てこない。超楽。あ、開かねえし。これ上にあって、はあはあはあ。出吹いた一匹。何、倒せねえ。マジか。で、なくなって、どうなってんだこれ。一掃する。白黒魔そろそろレベル2が覚えられそうだな。でこう来て、お、いいねいいね、ちょうどいける。エリクサーで動力室、女王様。我の復活を邪魔する者に消えてなくなればいい。こいつはもう操られてるってことだね。めちゃくちゃ炎が来た。で、どう考えても弱点でしょ。ダイモンダスター聞いたら使おう。炎の氷のロット聞くな。炎あったや。あ、これ効かないかも。あ、効いた。砕け散った。マグネット効いた。炎を殴ってんな。熱くねえのか。ちょっと待って、これカウンター食らってんな。倒した。氷のロッド様々だな。てかロッド系がマジでて、ロッド投げるのが半端ないからな。6乗ってる。白黒魔炎のロッド。大丈夫でしょうか。何者かに愛せられた邪悪な心、闇を求める者。クリスタルが砕け散るのは機械のせいだけではない。邪悪な心がそれを利用し、自ら復活を果たそうとしている。火のクリスタルを守ってください。パイプからクリスタルへ行けます。ほったらかしにしといていいのか。まあそれが女王の願いだ。クリスタルルーム、火のクリスタル。無事か。ガラフ、ウェアルフ、よせ、俺は敵じゃない。ガラフどうした。わしを知っとんのか。カッチャ、クリスタルが砕けてしまう。こいつどこにでも現れんな。これで3つ、あと1つで封印が解ける。
レバーが壊れてる。元に戻らない。俺が持ちこたえる間に逃げろ。最後の一つ、土のクリスタルを守れ。クリスタルが砕け散ればこの部屋は炎でいっぱいになる。早く脱出しよう。上ある。落ちた。ガラフ頼んだ。何メートル落ちてきたんだ。炎が消えていく。火のクリスタルの力が失われた。クリスタルが砕け散った。ウェアルフは炎に巻き込まれた。急ごう。クリスタルの力で保たれていた。クリスタルが砕け散れば炎が城が爆発するってか、城が爆発する意味がわからん、マジで。てかあれさ、回復の壺じゃなかったっけ。爆発まで10分。あれ、ここにもあるの。回復はしてない。若干減ってんな。そうだよね。で、まあ、取れるものはさすがに取っていこう。どこに何があんだ。2000円。いるもんだけ取るのが多分効率的なんだろうけど。モンスター、ギガウス、エアドラ、そんなん使ってくんだ。強い。エア、ダイヤモンドだ。ゲッ、これのフット使っちゃったよ。まあいいや。980、消え。3、巨人の薬、エリクサー。で、あとあるのがモンスター、ギガース、エアロラ。単品で来ると結構食らうんだよな。192か。これ反撃か、エアロラ。絶対して食らわねえな。一回殴ってみよう。まあそうだね。魔法だったら多分。って2回反撃、攻撃してるから2回食らってる。266か、強くねえな。魔法剣カウンター、巨人の薬、手裏剣で、ケアルラをちょっと唱えておこう。赤魔としそんなにマジックは高くないからね。カルナック、弱い。2持ってる、超おいしい。1体で2はおいしいぞ。ダイヤモンドダーッと。これ結構モーションが長い。殴れ殴れ。倒した。そんなに強くない。3持ってんだけどこいつ。あ、リボンだ、やった。めちゃくちゃ美味しいな。これ上なんかあったっけ。カルナック軍曹。でボスがいるからボス戦にも備えないとね。デスクローランニングしたいんだよな。地下2階、地下1階、カルナック、2。
あれ、どっからどう来てたっけ。マップを把握しとかないとよくわからん。フリザラップ3で2000円、モンスターギガース、ワンパターンだな。いけ、巨人のくじ絶対持ってんだこいつ。エリクサ、モンスターギガース、単品やろな。やばい、これが強い。マジックパワーちょっとな、減ってきたらエーテル普通に使っていこう。巨人の薬すげえな。エリクサー、てかエリクサーもすげえいっぱいあるから、エリクサー使っちゃってもいいや。最悪、エーテルよりエリクサーの方がいっぱい持ってないか。モンスター多いな、ギガースが多すぎる。エアロはもう全然大したことない。ダイヤモンドダストが大して効かないからな。エアロ分だけ時間がもったいないっちゃもったいない。で召喚さん、これ白魔導士に変えようかな。このパターンばっかだな。そろそろこいつ殺すことには多分5分かかるな。でケアルラ使ったらマジックパワーがなくなる。エリクサ使おう。消える、巨人の薬、エリクサ、ちょっとエリクサ使っちゃおう。一回白魔法でケアルラで全体にかけて、でどうせパリスはエリクサで回復させるから OK。 お、敵が違う。ちょっと待って、1体になってる。もったいないっちゃもったいない。殴れ、エリクサ、本当にエリクサしかない。2000ギル、さらに上。これなんだ、どこまであんので、なんかめっちゃ下に行ってんだけど。ギガース、時間大丈夫か。すげえ危険な気がする。これで倒せる。巨人の薬、マインゴーシュか。シーフ系のものが多いな。これ普通にダッシュが使えてよかったな。シーフなしでめちゃくちゃ美味しい。ダッシュをつけないでいけるから。でこっちに降りてきて、で下にも宝箱があるな。でモンスターギガース2体くらい倒せる余裕はあるか。食らった、単品エアルバ。まあ、これはもうただの時間稼ぎだな。ライジン、ちょっと待って、左の宝箱は欲しい。一応ケアルラで回復しよう。減ってるから自分が。殴って、いや両手持ち本当に強い。しかしエアルラ絶対食らうわけじゃないんだな。エアロか、巨人の薬、エスナ、やった。でここでなんかこいつらか、かかれ、うぜえ。でちょっと待ってね、一応ファイラ効く、ファウルなんて召喚シーフは
ダイヤモンドアーム。軍曹多すぎてか強っ。あれ、なんかデスクロー使ってこなかったっけ、ここじゃなかったっけ。まあいいや、全部宝箱取れたかどうかわかんないけど、で2つのクリスタルはどっか行っちゃいましたということで、3つ、魔獣使い、風水師、忍者。忍者は二刀流が使えるからね。魔法剣士から忍者にするか。はい、というところで城そのまま普通に爆発したね。で爆発したあの余波でこの壁が壊れたんで、ちょっと一回火力戦の指導の話を聞いてから先へ進む感じになるのかな。そんなわけで今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。